登録番号5238山口支部佐々木京吾です。はい、ボートレーサーになろうと思ったきっかけは、大学に入学して就職先を考えた時に自分の体を生かしてなおかつ自分の腕一本で将来稼げるようになれるっていうボートレーサーを見て憧れたからです。養成所時代は最初の初期訓練の起挙動作からボート運搬などさまざまなことがあった中で、その辛さや思い出を語り合う仲間がいて、それを泣きもしましたし、笑いもしましたし、そういう話したという思い出が一番僕の心に残ってます。はい、僕が周りから呼ばれているニックネームは下の名前の京吾っていう風な形が多いんですけども、まあ佐々木のチャチャキとか、そういうちょっと可愛らしい、顔には似合わないんですけど、そういう感じのニックネームもあります。はい、全てが右も左も分からず一からになるので不安な気持ちもあるんですけど、やっぱりレーサーになったからには上に行くので、そのために今しっかり練習していこうと思ってます。具体的に言うと、上に行って活躍し続けれるレーサーになるんですけど、そのために今練習しっかりやって、一つでも上の着を取れるように思い切って攻めたレースをしていきたいと思ってます。憧れている選手は、私地元が朝なんですけども、朝を代表するレーサーである白井英治さんに今憧れています。はい、デビュー戦は初めてで緊張もあると思うんですけど、一つでも多く走れるようにフライング、転覆、思い切ったレースをすることを心がけつつ、そこも頭に入れてしっかり握って迫力のあるレースをしたいと思ってます。はい、この度新人としてデビューさせていただきます佐々木京吾です。顔はこんなんですけど、レースは豪快で、もっとかつ繊細にレースをしていきたいと思っていますので、これから応援よろしくお願いします。